皆さん、えー、こんばんこばは直言,極言の時間です、えー、今日はですね命の一票、えー、こういった話をちょっとさせていただきますというのはまあ間もなく、まあ、投票日が来ますもう期日前投票を済ませた方もいらっしゃると思いますけれども私たちのこの民主主義 宗教政治とも言われるしポピュリズムとも言われるそういう傾向のある確かに民主主義の欠陥を露呈する投票ということなんですけれどもそれでも、えー、今日はこういうお話もしたいと思ったのはグリスタン・エズさんでした神奈川から出ている候補でございますけれども彼女が演説の中で繰り返し言う言葉があります。私たちは 生まれて育ったあの新疆ウイグル自治区という、まあ、実質上の過酷な植民地こういう中で生まれてから何十年一度も投票ということ選挙の投票ということをさせられたことがしたことがなかった、まあ、こういうことをまあ言うわけでありますそしてこちらに日本に来て一種の亡命のような形ですね こういう形で勉強をやり大学を出てそして今新徳組の候補になっているんですけれどもそういう中でこの一票というのがいかに大事かこの一票で自分は、まあ、いろんな形の人を選ぶことができるそして今回は自分が非選挙権者として帰化人として立候補する。 しいこらしもしこんなことで一票の選挙をやらせろといったようなデモや口でもしようものならたちまち新疆ウイグル自治区ではウイグル人として拘束され、まあ、逮捕されるだけではなくて、まあ、殺されることもあるな内臓の臓器を取り出しされることもある。 女性の場合は不妊手術を施されたりするもっと言えば各地に中国各地に子供を産ませる、えー、まあ一家に一人しか一人っ子政策というのを中国やってましたから。 今解禁しましたけれども男の子ばかりで女がいないということで今そういうウイグルや満州の朝鮮族あるいはベトナム系の女性たちこういう人たちがもっと言えば中国の農民の中にも人身売買のような形で中国各地に送られて子どもを産む、まあ、機会じゃないですけれどもそういうようなこともさせられる、まあ、そういう中で今自分が一票を入れること。 そして一票を入れられらるる選挙権者になることこの大切さ真剣さ、えー、このことを思いますと日本の皆さんそのことを本当に理解してくださいと皆様の一票が本当に大事なものであるあの単に天から授けられたものではなく私たちにとっては命がけで戦っても勝ち得ない権利であること、えー、このことを江戸さん言いました。 えー、平井さん、えー、立ち上がりましたけれども彼らのところに寄せられたた、えー、言葉がございましたそれは何かというと、えー、まあ、えー、身体が不自由な方この方が平井さんの親子の話政策ですね子ども政策こういうものに感動して、えー、本当に不自由な動かない手で「平井」っていうふうにですね、えー、こういう字を一生懸命書いて。 習って投票に期日前投票に行きましたよというそういうことですねそういう話が伝えられましたそういう人にとっては本当に自分の存在をかけた形で平井さんのその文字を書くこういうことを練習してそれから投票所に行くこういう本当にすべての存在をかけるような 群れをつかれるようなこういう言葉、えー、行為が行われるわけであります。そして私は、えー、もう何十年も前になりますけど、千葉県のまああの五街道というところ、四、え、街、ー、道ですね、四街道、えー、そこにあります下緒津国立病院、えー、こ,このところで、えー、まああの撮影を行いました。二十四時間テレビの日本テレビの。えー 今地球を救うと当時言ってましたけどこの中のスペシャルドラマとして「近字ストロフィーの」の、まあ、患者さんの話「20歳もっと生きたい」というようなこういうちょっときつい名前題名でしたけどまああのこういう題名の「近字ストロフィー」の話をまあ,あまあやったわけです。あのまあ、そののところで,です、ね、思い出すのは えー、子供たちの話でした、えー、まあ金字トロフィー専門の病,病棟がありますからそこで、えー、撮影させてもらうんですけどエキストラ、えー、まあ廊下にいる人いろんな人こういう人本物のというとあれですけど本当に金字、えー、トロフィーを患っている少年や少女たち、えー、これにあの彼らの許可を得て院長の許可も得て、えー、出演してもらいました。 えー、まああの非常に協力的で一生懸命彼らが頑張ってくれました、うん、まあ,あのそういう中でですね、えー、番組収録の撮影の終わった時点で院長先生が私のところへ来て「えー、監督お願いが一つあります何でしょう」あの「今日出たエキストラの子どもたち」 あの遠くに座ってたり動いてたりするだけの,あのこういう子どもたちでしたけど、えー、全員あのタイトルバックに名前を出してやってくれないですかってからあもうあそれはいいですよ」と分かりました「もう本当に皆さんに協力してもらってねあの顔を出すこといろんなことも全部りょ了解してもらって本当にありがとうございますと」と喜んでそうさせてもらいますあのというのはですねと, <coughs> というのは。 彼が言った言葉は、えー、この放送がもし、えー、10年後20年後再放送される、えー、時があった時彼らはもうこの世にはいないと思いますとせめて親御さんたちがあるいは、えー、一生懸命生きい病と戦い、えー、そして生き抜いた、えー、彼らの名前をこの番組 「金城ス,ストロフィー」のね番組の中に刻んでやりたいと思うんですってから「いやもう本当に喜んでやらせてもらいますと」と、まあ、そういうつもり十分はありましたから喜んでやらせてもらいますとまあ,あの言いましたでもうそうですね、えー、もう30年ぐらい経つんですかね、えーまあ、そういう番組やってから沢口靖子さん、えー、安倍寛さんがね主演の えー、ドラマでした、えー、大変脚本と監督を私は担当しましてやって、まあ、あの視聴率も大変20%ぐらい行ったんでしょうかね大変評判良かったんですけれどもあの,いつも私はそのことを思い出します、えー、この子たちは、まあ、私はずっとまだ生き延びてますしあのこういう状態になってますけれども、えー、彼らはもう本当にこの世にいないと思います。本当だったらその不自由な手で 投票用紙にに書いてくれた平井さんのたのめにそういう人たちと同じように一生懸命口で書いたり手で動く間を書いたりいろんな形で投票してくれてるんだろうなと今を生きてる人たちはそういう願いや祈りや存在をかけた一票こういうものがそういう人たちにとってある一票というのはそういうものでもある命の一票でもある。 だからもちろん投票される側もやっぱりそれなりの覚悟を持って立候補しかつまたその投票を受け取らなきゃいけない私はよく、えー、墓の下の民主主義だと墓の下に眠る先祖たち無数の先祖たちも一票持ってるんだとその一票を無数の先祖たちの願いや祈りを託されてるそれを自分は書くんだ。 ここういういともお話をするわけであ,ります、うん、あのまあこの「金ぞろの話は本当に私はあの生涯の記憶に残ってる大変いい人たちと出会いそしてもうお別れした人たちばかりですが、えー、思いますその一票の墓の下に眠る一票というのはそういう意味もあります。彼らの願いや祈り 医療制度もあったでしょうし、みんなで仲良くお互い助け合う社会を作りたい。国民がお見たからである社会を作りたい。いろんな思いがあったと思います。そういう中で、えー、私は多分正論だったと思いますが、書いたことがあると思います。バイ,バイっていう話です。バイ,バイっていうのは、えー、本当に三歳か四歳の子が私が脚本監督をやったそのドラマの取材で、 シナリオハンティングっていうんですけどシナリオのためにその病院を訪れてその患者さんとかそういう人たちにインタビューもさせてもらって取材させてもらいましたでその中で、えー、彼らの中に一人小さな子が子供部屋に、まあ、個室だったんですけど、えー、いまして絵を描いていました。まだ手は動くで大変12色のののクレヨンのそこからいろんんなものを選んで こう描くんですねまだ34歳の子です。でこの子が一生懸命やるんですけどこの色合いが誠に美しいん本当はピュアなあの純粋な赤と青と緑とかいろんなものの組み合わせのまあ具象画ではありますけど色合いのもうその使い方の配色がまことに見,見事な。 も私もちょっと正直感動しまして「うおお綺麗だなこれすごいないい感覚いいセンスしてるね」とか言ってセンスってわかるかどうかわかんないけど褒めたんですねだまーってまだうんんとともともす言わないで描き続けるそれで「いやいやこう,こういう色を使うってうここでこういうね緑使うのすごいよな」とか言って返事しないもずっとやってるんですね。いや いいねありがとうねあのい家見せてもらったから5分ほどまあ返事もしないしあれなんで邪魔しちゃいけないかなと思って私は病室をさろうとしました、まあ、3歳4歳の子は正直言うとその病院の看護師さんから聞いてましたあの「もうあの子は10歳まで生きられませんと」と何にも知らないで。 まあ、悪い世の中の汚いこととかいろんなことを知らないままあの幼児として命を全うして亡くなっていかなきゃいけないあの筋ジストロフィーっていうのは、まあ、筋肉がどんどん縮小するというか衰えていくそして最終的には呼吸をする横隔膜までできなくなって息が止まるあるいはまた <coughs> っていうこういう痰を出すこともできなくて窒息することが多いと。 まあこういうい当時はそういう病でして今医学的に進んでいるかも分かりませんけれどもえそういう中で <laughs> あの彼,彼は絵を描き続けてたわけですそれを知った, <coughs> 知った上で私はあの部屋を出ようとしましたらドアを閉めてババイバイっていう声を聞こえまししたたその子からで,したで驚いて初めて言葉聞いたんでドア開け直して「バイバイありがとうなつ」っ すごい綺麗な枝だよって,ってそれで閉めました。それで廊下へ出て五六歩歩いたらまたバイバイって声が聞こえたで,で、だから私もまたまあ部屋には戻りませんでしたけど、あの窓へ戻ってバイバイって,言ってでまた行ってで二階だったんで階段のところ行ったらまたバイバイって聞こえました。で私も大きな声でバイバイって,言って階段降りたらまたバイバイっていうのが。 うん、子供はずっとそういう,ふうにバイバイ言うんですよ。出口出るもだから大声でもう一回階段とかもとでバイバイって言いましたけど、あのまあわ私がやあのその思ったのは今ですよ。今思うのはそういうことだろうと思います。あの私たちが国民運動をやる日本を良くしたい。 で真面目な私利私欲のない政治家選んでもらいたい言ってるいうことでうんあの返事をしてくれないでも真心、まあ、でずっと言い続ければいつか必ずバイバイと答えてくれるあるいは逆に何もねそういう人たちに信用しない人たちもいつかは私たちに挨拶をやってくれる私は あのラブレターっていうのをよく言います最近届かないラブレターをずっと出し続けるんだ日本の未来の今生きているそしてこれから未来の子どもたちのためにあのラブレターを出し続ける私たちの言葉が届くかどうか分からないけどもそれでも出し続ける絶対に日本は諦めない国民我々の総目的の運動はそういう運動だと、まあ、こういうような形で。 皆さんにおお話しておりますババイバイってのは今でも覚えてますでこういう,もう今ももちろん亡くなって、まあ、この世にはいないと思いますがお墓の下に眠ってると思います綺麗な絵を描いた子、うんえー、でもその人たちのために今一票を持ってる皆さんは一票入れていただきたい、えー、こういう感じもします。 でもう一つです、ねあの、私は障害者のドラマとかをたくさん書いて社会,科社会派監督とかヒューマンジェズム監督とか言われましたけどあの障害者の人たちもみんな私たちをそんな英雄扱いしないでくれ私たちは皆さんと同じですと嘘もつくし <laughs> ケチだったり卑怯だったりいろんなことをしますそのままありのまま描いてもらいたい。たまたまま私は足が、 不自由だから車椅子使うあなただってメガネ使うでしょうと目が悪いから補聴器使いますよねとみんな同じですと年を取ればみんな障害者になりますこういうような話を聞いてます <coughs> ただ今言ったように金、えー、ィーの子どもはねあのー、そういうことでした大変ピュアな魂感じました。そして その病院の出口のところに「お母さんへ」という看護婦一同という張り紙がありました看護婦さん一同から「お母さん代名はお母さん子供に甘えないでください」と何が書いてあるかというと「お母さん子供たちはキリストロフィーの子供たちはあなたに必ずお母さんもう次の日曜日は来なくていいよ仕事疲れてるでしょういいよ必ず来なくていいと言います」。 でも子供たちはあの反対のことを持ってますとお母さんのことを思うからそう言ってますがお母さん必ず来週また来てねと本当は言いたいのに彼らはお母さん来週も来なくていいよとまあこういう言い方をしますお母さんどうか子どもの本当の気持ちを組み上げてください、えー、こういう があ,りましたね、あの金スソロリーの子どもたちや人はみんな命が自分の先があまり長くないことを知ってるもちろんディシャルの型とか早い信仰の人とゆっくりした信仰の人もいますけれどもそういうことを知ってますだから本当に私の出会った金スソロリーの人たちは清らかな魂を持った人ばかりでした。こういうい人たちが の一票そして途中でもっと生きたかったのに命を途中で終わらせなきゃいけないそういう難病やそういう人たち障害を持った人たちのこういう思い、えー、こういうものを私たちも託されている自分一人だけの一票ではない墓の下に眠る先祖もそうそしてそういう、えー、生きたいのに生きられないあるいはグリスター・エズさんのように政治 ファッショナ一党独裁の国でやるようにもやりようがない一票があるこういう中で今回の参議院選挙本物の人を選んでもらいたい、えー、ということですね。えー、まあ私はあのいろんなあの障害者の人とあるいは難病の人とたくさんいました。あのー 篠沢教授という学信大の教授も実は近行箇所ちょっと近似通りに似てるあれですけど最後の最後まであの子供も出ない手も動かない目だけになって目が動くだけになるようなそういうあれですもう奥さんの支えで生きておられました大変尊敬する素晴らしい篠沢教授でしたけどそういう思い日本への思いはフランス文学専門でしたけど本当に日本への思いみんなへの思い これは大変な愛国者の方でございましたこういうことを考えた時私たちの一票そして果たされない夢、えー、もっと言えば靖国神社の英霊の皆さんは国のために命を捧げた、えー、こういう皆さんの祈りや願いも私たちはこの一票に託されている私たちが私が新党国盛あるいは国盛宗を作ろうと思ったのは そういういことでありますこういう本当の日本人としての祈り命の祈り命の一票を生かせるような政治を日本の中に取り戻したい日本を取り戻したい命日本人の命を取り戻したい靖国神社お墓の神社に眠るさまざまな命の無数の命たちが私たちを見守ってるってことであります。まあ そういう意味で今回の参議院選挙はとても大事だと思いますそしてこういう人たちがどんなつらい時も苦しい時も決してその状況の中に溺れない沈まない、えー、一人がこういう文章を残して私はドラマの中で使ったことがあります、えー、神様は僕を選んだんだと僕この苦しさに耐えられる 私自分を神様は選んだんだ僕は神様に選ばれたんだ難病こういったものの苦しい中であのやる子供の手記がそういうのありました私は僕は神様に選ばれたんだと僕僕だ僕はこの苦しみに耐えられるから神様は僕を選んだんだとこういう、えー 命の生き方あります。えー、私はさまざまな難病やのドラマ書きましたがかあかりますけど、胆管の閉鎖がある子供は、えー、まあいわゆる臓器移植これしか救えない子は私がこれまあ辛いけど書いたんですけど本当にこういうのがありました。えー、苦しくなると辛くなるとですね、いちごアイスクリーム お寿司カレーお花、ね、という自分の大好きなものをずっと繰り返し言い続ける目を閉じて頭を閉じてそういうことを思い続ける、えー、こういう生き方をする、えー、子どもたち命というのは本当にそういう前向きの形で自分の運命を引き生きている勇気とそしてみん,なにみんなを思いやる みんなが自分を心配しててくれてる心配させちゃいけないこういう思いの中で、えー、障害を持ってる人やさまざまな病気難病で戦ってる人あるいは一人で戦ってる人、えー、こういう人たちが社会の中で、えー、無言であるいは亡くなった皆さんは無言で私たちに祈りや願いを伝えているような気がします。えー、ぜひ皆さん参議院選挙 あえて国盛りとは言いませんでも真面目で本物の政党や候補者を選んでいただきたいと思います。今日は以上です